いつも不安がブワーッと湧いたり、健康状態が悪いなと思う方はですね、ぜひあなたの寝室を今日の内容を見ながらすぐチェックして改善してみてください。こんにちは、矢野慶三です。幸運住まいチャンネルへようこそ。ところでね、すごくご要望の多かったホワイトセージを炊く実演をちょっとしてみようかなというふうに思います。ホワイトセージはですね、よくこういう袋にですね、枝付きの葉っぱで売ってるやつがね、通販で買えるので、それをですね、ぜひ買っていただきたいんですよね。そして、例えばこういうふうに枝についてるやつの中から1個ね、ポチッと折ってですね、このように取った後、あとはですね、これを、純粋に、まあ、ライターとかで火をつけますよね。で、これをですね、ちょっと回してからふっとね、やるとですね、この状態でお香のようにしてずっと燃えるようになるんですよね。で、この状態で、よくですね、こういったところにプスッと刺すようなやつがありますので、お香を立てとかに立てて、そしてこれを、ね、置くようにしていただいたらいいというふうに思います。そういうふうにすることでですね、ずっとね、これが芯のところになるところまで燃え続けますので、基本的にそうやってみてください。たまにですね、これが乾燥していなくて湿ってくると途中で消えたりすることもあるので、こういう、ね、中に乾燥剤とかも入っている、そういったやつをね、しっかり選んで、湿気ないように管理することをお勧めしたいというふうに思います。ぜひね、ホワイトセージを炊くときにはそういった形でやってみてください。ではですね、今日の内容こちらです。今日の内容こちら、本当に危険、あなたの精神、健康運を最悪にする寝室の特徴って話を今日はしたいというふうに思います。これね、例えばお金持ちとか夢実現をどんどんしていく人っていうのは、睡眠の質にすごい貪欲だったりするんですよね。どれだけぐっすり眠れるかってことを大切にしていたりするんですけども、例えばね、そういったことを前提に設計させていただいた、これ私が設計した家なんですけども、この寝室もいろんな工夫が実は入ってるんですよね。でね、ここね、例えばこういう話をすると、矢野さん、なんかお金をかけてやる話をするのっていう人もいるかも分かりませんけども、これね、お金をかけなくてもできることがたくさんあったりするんですよね。そこで今回はですね、この精神的なものとか健康運を最悪にするですね、寝室の特徴とそれに対する対象がね、手に入りますので、最後までご覧ください。そして動画の一番最後にですね、質問に一つお答えするコーナーもありますので、お楽しみに。そして普段私はですね、矢野慶三公式 LINE っていうのをやっていて、ここでね、5本の動画をプレゼントさせていただいております。概要欄の一番上にですね、リンク先がありますので、ぜひね、そこから友達申請をして動画をゲットしてくださいね。ではまずその1からいきましょう。その1はこちら、ネガティブな感情がこもった部屋になっていないかっていうチェックをしてほしいんですけど、例えばね、あなたの寝室、いつもね、悩み込んだりネガティブな気持ちになって過ごしていることってないですかっていうのを聞きたいんですけども、もしですね、あなたが、その寝室でですね、ネガティブな状態でずっといるとですね、何が起こるかというと、あなたの部屋中の壁とか床とか全てにですね、ネガティブな感情がこびりつくんですよってことをお伝えしたいというふうに思います。そしてね、そういうこびりついた部屋にいるとですね、その部屋に入るたびにネガティブになったり悩んだりするっていうことが起こります。その空間にね、影響を受けるという感じなんです。なので、ね、ここでね、しっかりとやっていただきたいのは、この部屋にこびりついたネガティブな感情をクリアにするということなんですけども、そこでやりたいのがですね、さっき炊いたホワイトセージとかもぐさをですね、炊いていただいて、そして部屋中にそのね、煙をいぶすことでですね、部屋中についたネガティブな感情を打ち消すことができるというふうに言われています。これはですね、日本だけじゃなくていろんな国でもね、やっている実践法なので、ホワイトセージとかもぐさ、ぜひね、炊いてみて、その部屋のね、ネガティブをまずキャンセルさせるということをね、ぜひやってみてください。これね、ただホワイトセージとかもぐさって結構匂いが独特なところがあって、好き嫌いがあるかも分かりませんが、もしね、どうしても嫌いな方の場合は、焼き塩を作ってね、焼き塩を置くっていう方法もありますが、まずはね、ホワイトセージとかもぐさを試すってことをぜひやってみてください。はい、それではですね、その時その2はですね、真っ暗にできない寝室ってやつなんですけども、どうでしょうか。これね、実はね、成功している経営者の方々が口々を揃えて言うことがあるんですけど、それはですね、寝室を真っ暗にすることができるかっていうことなんですよね。というのもですね、実は真っ暗な部屋で熟睡する習慣を身につけるとですね、すごい熟睡できて、睡眠の質が上がるっていうことを知ってるからなんですよね。よくですね、明るめの部屋とかで寝るとか、なんかね、
小さな電気をつけないと寝れないという人いたりするんですけど、これできるだけですね真っ暗にして寝る習慣を身につける、そうすることでですね睡眠の質がどん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 深くなるという傾向が、生まれますので、ぜひねチャレンジしてください。ただですねよくね風水とかで真っ暗な部屋で寝ると、今日ですよみたいな話をする、風水があったりするんですけど、私はねそう思わないんですよね。空間心理学的にですねやはりあとは経営者の方々のそういう過ごし方とか価値観から見てもですね、やはり真っ暗にできる部屋で、しっかり熟睡して、そしてね起きるタイミングで、照度がどんどん上がっていくような照明器具とかね、おはようタイマー付き照明とかありますから、そういったものでねしっかり目が覚めるようにして、そして目が覚めた後はですねカーテンをガーッと開けてすごい新鮮な太陽の光をバーッと浴びるっていう風な形の方が、近年ではいいというふうに思います。特にですね、夏場なんて、東日本ではですね、4時台からね明るくなると、そうすると明るい中で寝るっていうのは非常にね寝不足になりやすいので、真っ暗にできる部屋の工夫をするということもね意識ぜひやってみてください。そしてその時その3です。その3はですね、直接床に布団を敷いているっていうのもですね、これあまり良くないっていう傾向があるんですけど、ご存知でしょうか。例えばね、特になんですけど、高気密高断熱の家とか、近年のマンションだったりはするとですね、実はね直接布団を床に敷いて寝ると結構健康被害を起こすっていうのがあるんですよね。これねどうしても床に布団を敷きたいっていう人はぜひねこの話を知っておいてほしいんですけど、どういうことかというとですね、直接床に布団を敷くとですね、ここに書いてるようにだいたい床から30センチぐらいのところにですねハウスダストっていうのが舞うんですよね。ハウスダストっていうのは、塵とかホコリとか、あとねダニの死骸っていうのがあるんですよね。これをですね例えばこのエリアで寝ているとですね、寝ている間ハウスダストを吸い込む可能性があるんです。なのでね毎日細かに掃除機をかけている方の場合はですね大丈夫かも分かりませんが、1週間に一遍しかね掃除機をかけないとか、例えばそういう家の場合はですね直接床に布団を敷いて寝るとハウスダストをかなり吸っている可能性が出てきます。ハウスダストの中のダニの死骸なんかを吸うとですねアレルギーの元になると言われていて、アトピーの原因とかにもなったりするという話もありますから気をつけてください。あとはですねやはり高気密高断熱系とかマンションの場合はですね、直接床に布団を敷いて寝ると、あとはですね、この二酸化炭素濃度がですねどんどん高くなっていくっていうのが床付近から、起こるんですよね。というのも、二酸化炭素の方が、重たくて下に溜まっていくっていう傾向があるんですよね。なのでね必ず部屋の24時間換気とかをしっかり回しながら、寝るのであれば若干いいかも分かりませんが、今回ねここに挙げていない例えばね電磁波とか地磁気の狂いで直接床付近が狂っているマンションとかも結構多いので、できるだけねここに持っているような電磁波測定器とか、あとはコンパスとか使ってですね床付近の地磁気とか電磁波が乱れていないかをぜひチェックするということをやってください。そしてその時ねその話をつながるんですけど、その4、電磁波まみれの寝室っていうのもね結構これ NG なんですけども、こういうね電磁波の話をするとですねよくねコメント欄に書かれるんですけども、エビデンスがないものをよく発信できますねみたいな感じのことを書かれたりすることがあるんですけども、ただね私一級建築士としてもう120件以上家づくりをしてきて、そしていろんな人の悩みを聞いているとですね、実際に電磁波の影響を受けている人が多数いるというのは、こう実際事実としてあるということなんですよね。なので逆に言うとエビデンスが世の中にあるものの方が少ないと思っていただいた方が結構だというふうに思います。なのでねこれぜひ実践して確かめていただきたいんですけど、例えば電磁波に関してはですね、ここに持っているような電磁波測定器だいたい3000円ぐらい出せばですねインターネットで売ってますから、買っていただいて、そしてね、どれぐらい、この電磁波の、測定器の音が鳴るかっていうのをチェックしてほしいんです。例えばですね寝ている枕元に、コンセントがあったりとか、あとは枕元にスマホを充電しながら置いているとか、それ以外にもですね、目覚まし時計とかコンセント付きでねつながっているとか、そういうねその他の家電製品とかですね、あとはハンドフリーホンとかその辺のところなんですけども、それらをね置いてる状態でぜひね
電磁波測定器で測ってみてください。頭付近の場所でピッ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 音が鳴るようだったら、かなり電磁波が強いっていうことがね分かるということなので、その状態から一回ね、電磁波測定器の音が鳴らない状態に全部改善をして、そして寝るようにしたらどれだけ眠れるようになるか、その違いを感じるというところからやってください。全然変わらないっていう人はね何の問題もないかも分かりませんが、もしね、そうしたことで全然眠りが深くなったっていう方の場合は電磁波の影響を受けている可能性が非常に高いです。この辺含めてねぜひやってくださいね。そしてそれ以外にもですね、布団で気をつけておきたいのは、冬場なんですけど電気の足ごたつとか電気毛布なんですよね。これらもですねつけている状態で電磁波測定器で測ってみてください。音が鳴るようだったらやはりね使わない方がいい可能性があります。これね電磁波測定器結構、使えますんで3,000円ぐらいの自己投資になりますが、ぜひ買ってみてください。はい、ということでね、とにかく寝室周りは電磁波測定器とかでしっかりと測ってですね、電磁波の乱れがね強くないかどうかっていうのをチェックするということをお勧めしたいというふうに思います。そしてね最後その5でお伝えしたいのは、不安を助長する状態とかですね、そういう部屋っていう状態のことをねちょっと調べていただきたいなと思うんですけど、例えばどんなことかというと、寝室の中にですね露出の鏡のあるような状況、これはね実は寝ている時に鏡にいろんなものが反射して見えるっていうことがあってですね、心理的に落ち着かないんですよね。なのでね、この、露出の鏡には必ず布をかぶせてから寝るようにしてみてください。これねよくね風水とか火葬とかでも露出の鏡は凶ですよって言うんですけども、確かにね、共通してるというふうに思います。私のね、提唱している空間心理学的にもですね、やはり鏡が露出だと、気が散る、心理的に落ち着かないっていう傾向がどうしても出るので、しっかりとね布をかぶす、そういったことをやってください。それ以外にもですね、ベッドとか直接床に布団敷いてる状態でもいいんですけど、その状態で横にですね圧迫感のあるタンスなんかがあるとですね、初めそういった場所に寝るとすごく緊張感があるんですけども、そのうちね皆さん慣れてしまうというふうにして勘違いするんですけど、実はねそうじゃなくて、緊張してる感覚は麻痺してるだけで、寝ている間中ずっとですね体がこわばってしまうということが起こるんです。なのでねこういった場所に寝ると奥歯を、ね、ギリギリ噛み続けて朝起きたら顎が痛いとか、朝起きたら体中がね、こわばっててすごく体中が痛いみたいなことが起こる可能性があります。なのでねできる限り、寝る場所っていうのは緊張感が漂わないようにして寝れるように、してみてくださいね。そしてねあとは、これは本当おすすめなんですけど、寝る時にね不安なことを考えながら、床に着くっていうのは本当やめた方がいいです。一つ目のですね、悩みながらネガティブな状態になるような部屋であれば、ホワイトセージとかモグサで一回キャンセルして、そしてその状態にしてからですね、できるだけ寝る時はこの悩みながら寝るっていうことをやめましょう。理由はね、ネガティブな状態の脳で寝ると、そのネガティブな脳の状態を寝てる間に調整しなきゃいけないっていうことが起こって、脳にものすごくパワーを使うんですよね。結果朝起きた時脳の疲労が取れていない状態になったりするっていうことがあります。なのでねここで最後お伝えしたいのは、今日一日感謝できることを思いながら、今日はあれに感謝だったな、ありがたいなと思いながら、眠る習慣をね身につけるとかいうのもいいでしょう。私の場合はですね、だいたい妻と娘が寝た後に寝ることが多いので、2人の寝顔を見ながら、それをニコニコしながら寝るというふうにしてやることで、私の場合はそれで幸せを感じながら寝るということをやってますけども、あなたなりの、なんていうかな、ニコニコしながら、ニタニタしながらでもいいんですけど、眠る習慣っていうのをぜひね、身につけるように、してみてください。はい、ということで最後にね、まとめをしておきましょう。一つ目はね、ネガティブな感情でこびりついた、寝室になっているようだったらホワイトセージとかモグサ焚いてキャンセルしてくださいねっていう話でした。そして2つ目はね、できるだけ真っ暗な部屋にして寝る習慣を身につけて、質のね深い睡眠をとるようにしましょうという話でした。3つ目はね、直接床に布団を敷くとですね、なかなか健康被害が起こりやすいので、もちろん床に布団を敷いて寝たい人は、今日伝えた内容をしっかりクリアして寝るようにして、そしてね可能であればベッドの上で寝るということをお勧めしたいというふうに思います。
そして4つ目はね、電磁波まみれの部屋になっていないか、こういうね電磁波測定器でしっかり調べるということをね、ぜひやってみてください。そして最後はね、不安を助長するような、まあ例えば鏡がね露出であるとか、それ以外にもねいくつかお伝えしましたけど、そういう状態になっていないかどうか、どうかっていうのをぜひねチェックしていただいて、とにかくですね熟睡できる環境を作る、これをねぜひ実践できそうなところから実践して、ぜひね実感してほしいというふうに思います。はい、そしてもう一度お知らせです。私は普段矢野敬三公式 LINE というのをやっていて、例えばここの中にですね、幸運を引き寄せる家具選びのポイントっていう動画があるんですけど、それ以外にあと4本あるんですけども、合計5本の動画をね、すぐ見ることができます。概要欄の一番上にですねリンク先がありますので、そこから友達申請をポチッと押していただくとですね、すぐにあなたの LINE にこの動画が見れる、URL が手に入りますので、ぜひ、ご覧ください。そして私はね、公式 LINE 以外にも、アメブロではこぼれ話、Twitter では日々の気づき、メルマガで家づくりに特化した情報、そしてボイシーで言いたいこと言いまくるってことをやっております。すべて概要欄の一番下の方にですね、リンク先がありますので、ぜひフォローをお願いいたします。それではお待ちかねの最後に質問にお答えするコーナーです。ということでですね、今日のご質問者の方はこちらです。YW さん。犬を飼ってて玄関や部屋の下に、焼き石を置けません、どうしたらいいですかっていうご質問なんですけども、これね結構漠然とそういった質問が湧くというふうに思いますけども、これね別に床に置かないとダメだっていうことではないんですよ。可能であれば、犬が届かないような棚の上とかに全然置いていただいても構いません。なのでね、犬が届かないところに置けば OK だというふうにして、理解してみてください。はい、ということでね、今日の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵なことを心からお祈りしております。最後まで聞いていただいてありがとうございました。